おかえり。ありがとう。辛かったでしょ？高雪。でもここと同じ感じであと最低一部屋は必要なんだよ。場所的にもこのぐらいじゃないと。ここどうかな。収納多いよ。出窓だよ。築浅だよ。どういう理屈よ。鈴宮です。姉さんの退院の日が決まりました。その言葉、姉
さんに言ってあげてもらえませんか。誰？そう。Thank you.
上に上がることが最終目標じゃないからな。準備は万全にしたいんだ。また姉さんにしてあげられることがなくなりました。帰り。あ、うん、はい、これ。どうせ買えなかったんでしょ？遅くなると思って買っておいたの。うん、いいから高行き、
それ早く読んで。何？あ、これって。会えたんだ。
して悲しく深いよいしょよいしょよいしょ。おこじょの春は今日も一生懸命小さい体で大きな丘を登ります。今日も四人で一緒にお昼寝よいしょよいしょよいしょ。ここに大きな木を植えよう。おこじょの秋が言いました。そうすればもっといい場所になるよ。みんなも大賛成。この木はみんなの宝物。みんなで頑張って植えた宝物。よいしょよいしょよいしょ。今日も4人で一緒にお昼寝。丘のてっぺんの木の下に集まります。あれれれ、木の実がなってるよ。木には小さな小さな木の実が一つだけついていました。新しい宝物が生まれていました。おいしそうな木の実食べたいな。おこじょの春が言いました。ダメだよ、僕が見つけたんだ、僕が食べるよ。おこじょのナッツが言いました。バカだな、木の実を植えれば木が生えてもっとたくさん木の実がなるよ。おこじょの秋が言いました。ダメだよ、取っちゃダメだよ、せっかく頑張ってできた木の実だもの。おこじょの冬ゆが言いました。大変大変、喧嘩になっちゃった。木の実が一つしかないから喧嘩になっちゃった。もうみんなと一緒にお昼寝なんかしないよ。さよなら、さよなら、さよなら。丘のてっぺんには春だけが残りました。みんな一緒の楽しいお昼寝、今は春だけになってしまいました。Thank you.
さよなら、さよなら、さよなら。丘のてっぺんには春だけが残りました。みんな一緒の楽しいお昼寝、今は春だけになってしまいました。次の日、春はお家でお昼寝。次の日も、次の日も、一人でお昼寝。寂しいよ、寂しいよ、会いたいよ、みんなに会いたいよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。次の日、春は丘を登ります。小さい体で一生懸命登ります。よいしょ、よいしょ、よいしょ。丘の上にはすっかり大きくなった木がありました。大きな木にはたくさんの木の実がついていました。でも、あんまり嬉しくありません。欲しかった宝物なのに、春は欲しくありません。寂しいよ。一人ぼっちは寂しいよ。会いたいよ。みんなに会いたいよ。こうして、春は本当の宝物を見つけたのです。よいしょ、よいしょ、よいしょ。本当の宝物を見つけた春は、信じています。いつかまた、みんなで仲良くお昼寝できることを、と信じています。そうして春は今日も一生懸命小さい体で大きな丘を登ります。よいしょ、よいしょ、よいしょ。